単お手軽に作るベーコンとキクラゲの卵炒めの作り方を紹介します。ベーコンの旨味と塩分で簡単に美味しく作ることができますよ。それでは作っていきましょう。材料は溶き卵2個分、キクラゲ12枚、ベーコン3枚分、ネギ大さじ1、ニンニク小さじ1です。溶き卵に軽く塩コショウをして下味をつけます。鍋を温めて油の熱をします。大さじ2くらいの油を入れ卵を炒めます。卵を流し入れたら、膨らんできた砂糖を内側に入れ、半熟に炒めます。このくらいに火が通ったら、一旦取り出しておきます。そうしたら油を少量入れ、ベーコンとニンニクを炒めます。ベーコンがパクパクと熱けてきたら、キクラゲも入れ炒めます。キクラゲにベーコンの旨味と塩味を移すようにして炒めていきます。このくらい炒めたら、最後に卵と合わせて完成です。皿に盛り付けます。彩りにネギを振りかければ出来上がりです。お好みでラー油をかけても美味しいですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。